ありがとうございました。皆さんも自分の推しは見つけられましたか？佐藤くん！それぞれ見つかったようでよかったです。改めて究極のアイドルの皆さんに大きな拍手をお願いいたします。紹介遅れましたが、ここから MC 担当させていただくのは3年生のエイミとマーヤです。どうぞよろしくお願いいたします。いやアイドルの24たち可愛かったですよね。普段一緒に踊ってる24のアイドルの一面が見れて新鮮で楽しかったです。普段からおしゃれで可愛い24たちがさらにキラキラ輝いて見えました。エイミはどうだった？エイミはアイドルとか考えたことなかったけど、ニオン見てたらちょっと混ざりたくなっちゃったかも。いやエイミはアイドルより Vogue のモデルだと思うんですけど、どう思いますか？そうですよね。前はアイドルになりたいとか思ったことないの？いや思ったことはないですけど、5月にあった25と26の春公演で髪の毛を銀色にしたら永遠と BTS の銀さんって呼ばれてました。BTS 踊れたりする？踊ってくれるようです。歌はないんですか？アイドルは歌いながら踊るの。思わぬ MC となってしまってちょっとびっくりしてました。じゃあエイミーも Vogue のモデルになったつもりでいけますかね？みんなじゃあリズムよく皆さん拍手で、はい、はい、はい、ポーズ、せーの、はい、せーの、はい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 、っていう雑談はここまでにして次の作品紹介に行きましょう。そうだね、一部も残るところあと2作品となりました。どんどん行っちゃいましょう。次の作品はレインです。MC コメントを読ませていただきます。こんにちは、レインです。今回は学年は違うけど実は同い年のジャザー2人で初めてコラボして作品を作りました。とっても頼もしいジャザー5人を呼んで作り上げた少人数作品です。踊りはもちろん少人数だからこそ一人一人の表現や表情にも注目してみてください。全く異なる世界観に引き込めるよう精一杯踊ります。それではガラッと雰囲気変えて会場を引き込んでいきましょう。レインです、どうぞ。How I lost myself againBut I remember you. Don't come back. You won't and will. But I wish you'd tell me to. Our love is.
myself again, but I remember you.